全国1億5000万のフリースタイルサップ愛好家の皆さん、こんにちは。サップドラマーバンゾンのスキルアップトレーニングも2シーズン目がスタートしました。1秒でも長く上がって止まって落ちずに回れるようになりたい。ナイス。今のは後ろブレスでしたね。福島県の湖水はまだまだ冷たいんですが、もう我慢ならず6月下旬からトレーニングを始めました。現在そういうキャンプでサップツアー&レッスンを展開する師匠トシスティックトシボー先生に早くもレッスンをお願いしたんですが、この日は気温が上がり日差しも強かったんですが、風も4から6メートルと強く波が立ってしまいまして、バンゾンレベルでは厳しい環境でしたね。サップオンボードカメラは相変わらずポジション悪いですね。まあ顔なんかより手足元見えた方がためになるしね。この回はこの後なかなかな落ち方しますので、そのままご覧ください。落水時サップがひっくり返った瞬間が残っていました。さあ次は出だしは不安定でおぼつかないながらも、この後果敢に攻めていって高さもあって回っている雰囲気が画像からも伝わってくると思います。背面ブレスがまだまだ下手くそで、やっても効果なく落ちていったところもバッチリ残ってしまいました。あー惜しい惜しいです。多分今ちょっとためらっちゃったんで、あのままグリって回してれば後ろに落ちる前に板が前にやってくるんで。なるほど。はい。間違いなく上手くなってます。いや、でもこれあれですよ。本当かと思った人は一番最初の動画見てもらうと分かると思いますよね。あれ大事ですよね。あれじゃないですか、もう総集編とか次やった方がいいじゃないですか、あの2000何年みたいなやつ。年別のね。はい、年別の。あ、今いい感じですよ。デブ親父の無様な絵だけでなく、ちゃんと師匠の華麗なターンも見ていただきますよ。パドリングとターンのスピードが素敵すぎます。いやいや、いいっすよ。もう水面ギリギリのアングルで、すげえ。さすがっす。そうなんだ。もうバンゾン的には終わり、終わりだもんなこれ。
それが救い。YouTube 向けのコメントありがとうございます。いやいや、今年も頑張りますよ。トシさんもよろしくお願いします。そういうキャンプで皆さんお会いしてください。とうまくまとめたかと思わせておいて、最後はやっぱりバンゾンずっこけ動画で終わろうと思います。トシさん愛用のそういうスティックドリフターを無謀にもお借りしてみて、板の特性の違いを体感させていただくんですが、この後自分でも信じられないくらいグラグラになって、一瞬たりとも安定できず落ちていきます。板の制限体重がオーバースペックだったっていうオチもありますけども、もう少しバランス取れる程度にスキル上げていかなきゃ恥ずかしいですよね。悔しくて最後にもう一回チャレンジさせていただきますが、ちょっと高く回っているように見えませんか、これ。フリースタイルサップのスキルアップトレーニング動画はうまく撮れてれば今後も更新していこうと思っていますので、アラフィフおじサッパーの一進一退美貌録を見届けてくださるという方はチャンネル登録していただいて、今後の動画をお待ちください。トシさんのボードを乗りこなせる日はいつか来るのかな。今回もご覧いただきありがとうございました。チャオー。